安全、品質、出来高を阻害する要因を防止するための清掃点検は、外から見ての異常を発見するという活動を展開しなければなりません。その1では潤滑・油圧系統について説明してきましたが、その2では空圧系統、メカ関係、伝送制御系統、型・自工具・測定具の清掃点検のポイントとノーホワイについて説明しましょう。と同じようにエアの流量、圧力が低下し、アクチュエータの作動不良を起こします。エアフィルタのケース内面が汚れていると遠心分離の機能が低下し、ドレンが十分に抜けなくなります。そのため水分の混ざったエアがアクチュエータにまで行き、品質不良やサイクルタイムの悪化を引き起こすことになってしまいます。点検2、レギュレータおよび圧力計を清掃し、圧力計の動き0点をチェックする。なぜなら、汚れていると計器の動きを確認することができなくなり、また圧力計が正しく動かないと正規の圧力が得られなくなり、アクチュエータの作動不良を招くことになります。点検3、オイラを清掃し、オイラ内の汚れ、油量をチェック。なぜなら、オイラ内の油が汚れていたり少なかったりすると、エアシリンダ内の特にパッキンや内壁に摩耗が起こり、負荷とエネルギーのバランスが崩れます。また、油量が多すぎると、機械停止時に弁やアクチュエータ内壁に残った油がスラッジを形成し、作動不良を起こします。点検4、配管を清掃し、石鹸水などを用いて配管継ぎ手部にエア漏れがないかをチェックする。なぜなら、エア漏れがあると圧力の低下を起こし、作動にばらつきが発生します。また、配管にエア漏れがあると、必要以上にエアを供給しなくてはならなくなり、エネルギーの無駄遣いとなります。